皆さんこんにちは、レナです。今日はロッテリアに来てます。なぜかというと、以前モスバーガーの動画を出したんですけど、そのモスバーガーの動画でコメントで、ロッテリアも行ってみてくださいって言われたので、ここに来てます。ちなみにロッテリアには来たことありますか、社長さん？いや、ないと思う。だから今からは人生初ロッテリアを食べてみたいと思います。行きましょう。はい、メニューがありましたけど、人生初だから、まあ、定番的なバーガーを食べてみたいね。定番といったらこれじゃない？絶品チーズバーガー。レナが喜びますよ。定番ですね。ちゃんとチーズが入ってるバーガーが一番嬉しいよ。他は、チーズ照り焼きバーガーが美味しそうだよ。これもザ日本でしょ、照り焼きバーガー。あ、エビバーガー。これはロッテリアが発明したって聞いたことがあるからちょっと食べてみたい。お、これ面白い。リブサンドポーク、ポークのバーガー。あんまりないでしょ、ポークのバーガー。あんまないね。ね、じゃあそれを今から注文しましょう。来ました。タッタラタン。非常に頼んだね。いい匂いする。めちゃくちゃ頼んだね。4つのバーガーを2人で食べるとしたら、2人分だね。よかったよかった。1人で食べるかと思ってめっちゃ頼んだと思って。これがレナの分。一番熱々で食べたいのがこれですよ。伸びるチーズ。他のなんかバーガー屋さんとかであんまり見たことないよね。伸びるチーズスティック。そう、ちょっと待ってて。伸びるかどうか。うわ、めっちゃ美味しい。モッツァレラスティックみたいな。熱大丈夫？手が熱いよ。チーズは別にいいよ。外のカリカリのあれが熱い。うん。食べ物で遊ぶなってこう言われるよ。そっか、はい、ごめんなさい。うまそうやね。でもはい、1個ありがとう。ロテリアが1個でも勝ってるよ。うまいなこれ。他のバーガー屋さんと比べて、まあ、こういうチーズスティックももちろんめっちゃ美味しいけど、うん、チーズが入ってるバーガーの数がロテリアにめっちゃ多い、うん、メニューさっき見て思った。そう、めっちゃ思った。めっちゃ思った。でもう1個あるんだけど、これジンジャーエールだよ。ジンジャーエールはモスとマックとバーガーキングにないと思うよ、うん、え？そうだよ。誰情報？レナ調べ。合ってんのかな。いや、私ジンジャーエール大好きだよ。でもあんまり見たことないよ、バーガー屋さんでジンジャーエール。コーラしかないよ、ね、コーラしかないよ。皆さん間違ってたらコメント欄で教えてください。教えてください。じゃあどれからいきますか。エビバーガーからいきたいです。エビからいきました。ちなみにドイツにエビバーガーがございません。そうなんだ。マックにも？マックにもない。え、そうなの？日本のマックだけなの？エビがあるの？そうだよ。ロッテリアが発明したバーガーらしいよ。だからロッテリアが発明して、でマックがそれを見てコピーして発売してる。そういうことだよ。元祖エビカツバーガー。そうそう、元祖エビカツバーガーがロッテリアらしい。うわ、サクサクそうだね。いただきます。サクサク。どんな味付けですか？マヨネーズのなんかシンプルな味。特に日本のマヨネーズめっちゃ美味しいよ。ドイツのマヨネーズと比べて日本のマヨネーズがめっちゃ美味しい。あ、エビがなんかプリプリ。うん、一口でかっ。そう？二口でもう半分食べたよ。でかっ。食べてないの？口の大きさ異常だね。まだあげないよ、まだあげない。どうしましたか？続いて、ちょっと準備が必要です。あ、フルフルポテト。魔法のバター醤油味がついてくる。なんか3つの味があったけど、バター醤油がなんか一番なんかザ日本的な味だったからそれを選んだ。これ面白いよね。そう、子供とか喜びそうだよね。レナも喜ぶよ。子供とか喜びそうだね。中身おっさんだけど脳みそは子供だからね。どういうこと？あ、ちょっと待ってて。一回そのままで食べないといけない。うん、美味しいよ、塩味の味付け。はい、まあ、ポテトはね、バンコク共通でうまいからね。お、めっちゃいい匂いする。匂い嗅いでみて。うお、バター醤油。めちゃくちゃいい匂いする。粉だけでも欲しい。何をするの？いや、ご飯にかけたり。OK、フルフルするよ。楽しい。幸せな人なんだね。あれみたいな感じ、なんかカクテルを混ざってるみたいな。バーテンダーみたいな。バーテンダー。ポテトテンダーね。出来上がった感じ？わかんない。消えた。
味変わってないバカ言ったかもしれないさっきあんなに香ばしいさ醤油バターのさいい匂いしたのにさ変わってないわけないでしょちょっと変わったかなバカ言ったね、うん、だいぶ変わった。ああかすかに変わったどこに行ったの粉が固まってるのまだ粉がなあ、あはちょっと待って固まってるあはこれは絶対うん、全然違う。めっちゃ美味しい。さっきたまたま取ったポテトが粉がついてなかった。あのフルフルのは上手じゃなかったということ。これめっちゃ美味しい。確かにうまいね。めっちゃ美味しい。なんか魔法の粉みたいな感じ、うん。魔法の粉。みんなこっちについてる。うまいわ。やばこの一個のポテト。これもう一回戻して振った方がいいよ。塩分過多になるよ。無理。美味しい。続いて、照り焼きバーガーです。照り焼きバーガーも日本食？あ、さっきのフルフルだったと思った。フルフルポテトだよかったね、照り焼きソースがここにベトってついたらもう取れないよ。うん、可能性は、ね、大丈夫、ユニクロのズボンだから。あ、ユニクロ大好きですからね。ユニクロ大好き。ユニクロのスポンサー動画ではありません。でも、ユニクロがスポンサーしてくれたらもう普通にやるから。すごいよね。でもレナ本当にユニクロいっぱい着てるよね。もう下着からズボン、靴下、ま、もう全体的にユニクロ。全身ユニクロの時あるもんね。ある。今日はこれ違うけど、大体ユニクロ。パンツはユニクロです。はい。照り焼きチーズバーガーです。チーズも挟んだんだね。そうそう。あ、チーズと。これ照り焼きソースめっちゃ溜まってる、見て。あ、本当だ。照り照り。オッケー、じゃあここから。うわ、そこが一番うまいところ。これ、ね、タカが食べたいということだね。言わなきゃよかった。そうだね。じゃあ、食べまーす。照り焼き眉毛が眉毛バロメーター炸裂してますね今日も。あ、甘い、おいしい、めっちゃおいしい。これめっちゃ良くない？やっぱ照り焼きがちょっとここいっぱいついてるからこれ残しといてね。それ食べたらグーパンチ飛んでくよ。照り焼きはうまいわ。今一口、おお怪物だったね今。口のデカさ半端ないんじゃない？タカの一口一緒だよ。いや男だからねこれ。顔の大きさとレナの顔の大きさ俺2倍ぐらい変わるから。昔私は一口が小さかったよ、うん、タカの一口がでかいから、うん、こういう半分ずつをすると私一口が小さいと負けちゃうから、どんどん一口が大きくなったのがタカのせいだよ。すごいよ、この顔のちっちゃさからするとさ、口の大きさが半端じゃないモンスターになってるからね。うん、そうかもしれない。ちなみに見て、これ出てきた中から、うん、照り焼きとマヨネーズかな。うん、うまそう。あ、残してくれた俺に。うん、たまには優しいところありますね、社長さん。大好きだから分かってるかな。また本当に高のこと大好き。たまには残してくれますね。もう募集しておきます。ありがとうございます。ちなみにこれも注文しましたよ。これ何？シェイク。あ、バニラのシェイク。他の味もあったけどね。ラムネ味は見たことなかったけど。いや、わかんない。よくあるの抹茶シェイクとかさ、チョコシェイク、いちごシェイクとかあるよね。あ、そうそう。でもここはバニラとラムネとメロンだった。すっごいなんかザ日本の味。メロンとラムネは海外には絶対にないよ。ね、確かに。バニラはなんか定番で、ド定番のバニラ行きました。で言われたのが、飲んだことないけど言われたのが、うん、ロッテリアのシェイクが他のバガヤさんより美味しいらしい。コメントに来てました。皆さんどう思ってますか？本当ですか？お、美味しい。あ、バランスがいい。これこう甘すぎないけど、うん、甘い、ささっと飲めるような感じの。やばいじゃん、ささっと飲んで追加でまたささっと飲んじゃったら、うんうん、ポテト貸して、ポタテ、ポタテ、ポタテ返して、はい、取られました、隠しといたのに。あ、出た、ポテトディップシェイク。美味しくない。あれ、結局レナ社長にポテトが取られました。黙々と食べております。タカがシークが飲んでる間に私は食べようかなと思って続けまして、何いきます？このそっち行った、リブサンドポーク。あれ、一番好きなものは一番最後に食べるタイプ？いや、大体はそうじゃないけど、今日は動画のためにそうしようと思ってました。
あ、我慢できたんですか。我慢して皆さん褒めてください。これ何だったっけ。リブポークサンド、サブウェイみたいな感じ。そう、サブウェイだなと思った見た目、ね、ボリュームすごい。うお、口がでかい。あんまりポークのバーガー食べたことないけど美味しいよ。あ、そっか、これポークなのか。牛じゃなくてポークなのか。だからもう今何回も言ってたから言ってましたちょっと開けてみて、それなんか、おーおーおー、びっくりした今視聴者の皆さんもびっくりしたかもしれないよ。なんで近かったの食べられるかと思ったら画面から出てきて何が入ってる。野菜、レタスとポークとテリヤキ的なソース。あ、テリヤキソースとマヨネーズみたいな感じ。うん、じゃあ味付けは甘辛って感じ。あれもあのマスタード。うわ、これもまた美味しいよ。最後になりますけど、楽しみにしてた絶品チーズバーガーです。これが一番人気だからね、ロッテリアで。こっちにも書いてあるんだけど、こう4種類のとろりチーズって書いてあるよ。ザ・レナが嬉しくなるバーガーだよ。チーズ、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 チーズだよ。チーズ、そんなチーズ感じる、チーズとマヨネーズと、あのびっくりドンキのデブデブチーズソース、あー食べた、ね、みたいな感じのチーズソースだよ。うまそうに食べますね。これシェアしない。シェアしない。じゃあ俺もう一個買ってこようかな。もうこれは本当に中毒になるような、なんか入ってるよ。一番人気の理由が分かりましたかだいぶロッテリアがこれで勝ってるよ。そんなうまい、他のさ、チェーン店のチーズバーガーよりもうまい。イエス、どんどん食うやん、これぐらいの一口があげるよ。あ、ちゃんと食べる量を決められた上で食べるという、ね、はい、決めないと食べ過ぎたよ。口クソだね本当に。なんかそんな小さい一口だったらチーズついてないかなと思って。ついてた、ついてた。ベラの言った通りこんだけ食べた、ね、何、あのルアーに食いつく魚みたいなさ本当にうまいんだろうね。これは前に食べなきゃいけない。これ絶対にカロリー高いけどね。でしょうね。だってマヨネーズとチーズとチーズ塊でしょ。カロリー爆弾じゃん。ふけた、ん、あ、シャカシャカポテト最後の、あ、粉、粉の一粒まで食べてます社長が、食べきりましたね。じゃあもう美味しかったです。ごちそうさまでした。もう最後の塩辛お腹いっぱいだね、食べたね。デザートは何がある。デザート、デザート、デザート、食事を食べてからデザートでしょ。あ、そうなの。イエス。あ、それもう決まってんの。絶対なんですか。絶対。あ、そうなんですね。絶対、あの別腹が空いてるっていうことだ。あ、そうかそうか。こっち側にバーが入ってこっち半分にデザートが入ると。そう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 。すごいお腹してますね。半分がまだお腹減ってるよって言ってるよ。すごい食欲だね。Yes。 何がデザートがあるか見てみましょう。はい、デザート見つけました。ロッテリアから出ました出ました。見つけたのがこっち。あ、ビアードパパ、yes。 ビアードパパのシュークリーム見つけました。 yes, 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 yes。 今名古屋のね、地下街に来てますので。そう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 、まあ、ロッテリア大体そういう感じでしょ。地下街に入ってるかショッピングセンターに入ってるか。そうそうでしょ。で、これがあるかな。全種類1個かな。すごい、えすごいやん。 1,2,5,6,7、 はい、今から7個シュークリーム食べる爆食女です。1人で。はい、怖いです。ケアしない。で、なんかめちゃめちゃ我慢しましたよ。結局買いましたね。あの2個しか買ってないよ。えらいね。えらいえらい。さすがに7個、6個食べたらえらいえらい。あの、おデブさんになるって気づきました。えらいえらい。ちゃんと褒めて、褒めないともう2個買う。偉い偉い。皆さんコメント欄で我慢したねと、よく我慢しましたねって書いてあげてください。書いてください。そうしないと次は7個買います。そう、うわ、うまそう。美味しそう。ノーマルシュークリーム。いや、これヨーグルト、バニラヨーグルトシュークリームだ。うん、うん、うん、おいしい。ヨーグルト味パンパン。ヨーグルト味はなんか本当になんかナッツっぽい。うん、美味しい。すかさず2個目いきます。え、家に持って帰るのかなと思ったら、あ、いや、そんなことはないよ。2個目いきます。はい、あの、続いては定番の味、バニラなんとか、うん、パパカスタード、定番のカスタードクリーム、カスタードシュークリーム。うん、うん、このパリパリ感がいいよね。
この生地でしょ、うんうん、なんか甘さ控えめって感じだよ。とかさ、パンパンですごいね、マジで、うん、本当にもう中が本当に空間に全部、ね、ちなみにさ、ドイツにもシュークリームってあるの？ある。あるんだ。ある、あるある。ドイツのシュークリーム何、これ3つ分ぐらいの大きさ1個は、yes. でしょうね。うん、あ、ヨーグルトの方がいいかも。これめっちゃ美味しいけど。あ、さっき食べたやつ。これはなんか冬の味、ヨーグルトは夏の味って感じ、うん、そう、さっき俺もヨーグルトのやつ食べたけど、酸味があってちょっとめちゃくちゃうまかった。うん、うん、あ、これもまた美味しい。はい、このペースで言うと僕は一口だけ残る予定です。ごちそうさまでした。あ、本当に今回は終わりですか？あの、他のお店見つけて、第2デザート、今名古屋の地下街にいるから。第2番デザート、いろんなお店がありますよ。はい、今はお腹いっぱいになりました。あ、よかったよかった、はい、ロテリアは本当に美味しかった。ビアドパパも本当に美味しかった。皆さんのロテリアの一番好きなバーガーはコメントで教えてください。まだ全部食べきれてないから。そうだね、また来ようと思ってます。でも行ったことない人はぜひ絶品チーズバーガーを食べてください。もう本当に私は一目惚れした。レナ一押しです。一押しです。全部のロテリアのバーガーはここだとしたら、チーズバーガーがここ、天井突き抜けるレベルです。ここ、分かりました。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。